東京学芸大学附属世田谷小学校は東京都世田谷区深沢4丁目にある国立小学校。設置者は国立大学法人東京学芸大学。国立大学法人東京学芸大学が設置する幼稚園から高校までの11の附属校の一つ。東京学芸大学教育学部の附属小学校として以下3点を指名とする。すなわち、 まず第一に挙げられるのが教育実験校としての位置づけである。東京学芸大学における研究理論の実践、検証の場であり、全国の研究、教育機関との連携の場である。第二に、東京学芸大学教育学部の学生への教育実習機会の提供である。6月、9月、10月、2月の年4回、各2から4週間実施され、 一学級ごとの教育実習生の割り当ては、秋の回では3から4名に上る。初等普通教育の実施は、第3に位置づけられるものである。教育内容は一概に、高度なものとは言えないが、国語、算数など8教科名の入った時間割に基づく、教科学習活動を3年生から行うなど、独自のカリキュラムにより、公立学校よりは、かなり高度な教育を主要教科と、 総合学習において行っている。校歌の他に、数多くオリジナルの歌が作られている。東京都世田谷区、目黒区及び大田区の一部。多数の児童が隣接している。東京学芸大学附属世田谷中学校に内部進学する。男女別に60名、50名へと絞られる。ありがとうございます。